かすかな風を受けて6強がバック側に登場してきています。コース取りの方ですが大きな動きはなく静かな待機行動です。現在この時間気温は23度です。秋の気配感じる中の戦い、今節ラストカードを迎えています。まもなくスタート切られますこの優勝戦ですが、人気はクラシック出場も見えてきます。今年5度目の優勝を狙う1番の赤坂、そしてその赤坂との連勝対決でもあります2番渡辺から各選手へというもの、注目が集まっておりました。さあ6強まだバックがですが、まず1コースということになっていきそうですが、1号艇ここまで隙のない旋回でオール2連隊です。赤坂俊介の陰線、ファイナル1枠は9連勝中。そして2コースには2号艇の渡辺和正が向かっています。ここまでトップスタートは6本、赤坂の手元狂わすスリット重圧与えますか。3コースには3号艇別府正樹です。仕掛け決まれば手がつけられない、そんな警戒感抱かせる今節。残り3選手4コース角、このスピード水面に入る速攻戦で2度目の V も地元で決めるか、永田修司の4号艇4角。5コースには5号艇黒井達也、差し場逃さず2場所連続 V なるか。最アート6コース6号艇の藤崎沙莉です。ただいま勝率 A1 ペースできているこの6番藤崎。以上6名 V 争い第50回東京スポーツショー12レース優勝戦です。インから1234号6の進入、スタートが出ました。きっちり1番の赤坂決めていきました。まずは1周の第1ターンマーク、堂々の V 逃げ体勢、1番の赤坂回った、1番の赤坂、赤坂がそのまま押し切っていきました。スタートは前提正常、刺した2番の渡辺、かすかにへさきがかかるかというところです。さあそのへさきが入ってきました。2番の渡辺です。その後方はまくった3番の別府か、あるいはまくり出した6番の藤崎。さあ2番の渡辺から折り返してまいりました。1番の赤坂差し込んでいきまして、まだ続くトップ争いですが、2番の渡辺がわずかに前で戻ってまいりました。レースは2周間目に入っていきます。3番手は6号手の藤崎を差し込んだ3番の別府が優勢。2番の渡辺トップで2周の第1ターンマーク、1号手の赤坂がその懐を狙っていきますが、これは入りません。2番1番の体勢変わっておらず、あとは3番の別府が打ち迫ってきました。6番の藤崎をしっかりかわして3番手キープしています。上位体勢は2番、1番、3番の並び、その後方1段となって内側から4番永田、6番藤崎、外5番の黒糸水槽。レースは2周の第2ターンマーク、2番の渡辺、1番の赤坂、そして3番の別府と折り返してまいりました。体型の方はばらけつつあります。後方で4番、5番、6番、スタートはきっちり正常で好スタートを決めた1番の赤坂でしたが、差し込んだ2番の渡辺がその後序盤にマーク、先手から1番赤坂を突き放していきました。2番、1番、3番の体勢です。あれだけのスタートを決めておりまして、堂々の V 毛の安定感ある陰線とミスをした1番の赤坂ではありますが、これを粉砕する差し突き抜けた2番の渡辺がトップに立っています。1番の赤坂追走、あとは3番の別府という並びです。さあ先頭は2番の渡辺、ヤングダービーへいい流れ作っていけそうです。2番、1番、3番まもなくゴール、先頭2番渡辺、玉川初優勝ゴールです。1番赤坂ゴール、3番別府がゴール、後方は4番永田、6番藤崎、ラスト5番黒井でゴールにしていきました。以上第12レース優勝戦でした。ボートレース玉川第50回東京スポーツショー、見事優勝を決めたのは渡辺選手でした。